ボニー・レッドは、米国のロックギタリスト、シンガー、活動家、ブルース、R&B の色合いの濃いサウンドが特徴。また、女性スライドギタリストの草分け的存在としても知られている。1970年代、レッドは、ブルース、ロック、フォーク、カントリーの要素を取り入れたルーツに影響を受けた一連のアルバムをリリースした。1989年、 数年にわたって批評家の賞賛を得たが、商業的にはほとんど成功しなかった後、アルバム、ニック・オブ・タイムが大ヒットした。サムシング・ツー、トーク・アバウト、ラブ・スニー・キン、アップ、オン・ユー及びブルース・ホーンズ・ビーのピアノをフィーチャーした、バラード、I can't make you love me を収録した次の2枚の、アルバム、ラック・オブ・ザ・ドローと、ロン,ギング・イン・ゼアハーツも、数百万枚を売り上げた。レッドは、 グラミー賞を10回受賞しているローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第50位2011年ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて第89位オーストラリアのカントリーミュージックアーティストグレーム・コナーズはボニー・レッドは他の誰にもできない歌詞で何かをします彼女はそれを曲げて あなたの心にぴったりとねじ込みますと述べている。カリフォルニア州バーバンクに生まれる。父親はブロードウェイで活躍したスター、ジョン・レイット。母親は彼の最初の妻でピアニストのマージョリー・ヘイドック。レイットはスコットランド系であり、彼女の祖先はネアンの近くにレイト城を建設した。彼女はクエーカーの伝統で育った。幼い頃にニューヨーク州のポール・スミスにある キャンプレジスアップルジャックでギターを弾き始めた。その後、ボトルネックスタイルのギター演奏に気づいた。レッドは、ニューヨークで学校や夏のキャンプで少し演奏したと言っている。ニューヨーク州ポキプシーのオークウッドフレンズスクールを卒業後、1967年にラドクリフ大学に入学し、社会関係とアフリカの研究を専攻した。計画は、ジュリウスニエレ,レ大統領が、 民主主義と社会主義に基づいた政府を作っているタンザニアに旅行することだったとレッドは語った。レッドはブルースプロモーターのディック・ウォーターマンと友人になった。大学2年生の間、レッドは楽器を終えて、ウォーターマンや他の地元のミュージシャンと共にフィラデルフィアに移った。レッドはそれがすべてを変えた機会だったという。ウォーターマンを通じてミシシッピ・フレッド・マクダウェル。 ハウリン・ウルフ、シッピー・ウォレスといったブルースアーティストたちと親交を深めていった。1970年の夏、彼女は兄弟のデイビッドのスタンドアップベースと共にフィリー・フォーク・フェスティバルでミシシッピ・フレッド・マクダウェルと共演し、ニューヨークのガスライトカフェでジョン・ハモンドのオープニングを務め、彼女のパフォーマンスについての言葉を広め始め、またニューズウィーク氏のリポーターの目に留まった。 大手レコード会社のスカウトはすぐに彼女のショーを見るためにショーにやってきた。レッドは最終的にワーナーブラザーズからの申し出を受け入れ、1971年にデビューアルバムボニーレッドをすぐにリリースした。アルバムは音楽出版社に温かく迎えられ、多くのライターが音楽解釈や当時ポピュラー音楽界の女性はギタリストとして高い評価を得ていなかったが、 ボトルネックギタリストとしてのスキルを賞賛された。彼女のパフォーマンスを目にした人々から称賛され、仲間から尊敬されてはいたものの、レッドの作品に対する世間の称賛を得ることはほとんどなかった。評論家の評価は,は成長し続けたが、レコードの売り上げは控えめなままだった。セカンドアルバム、Give It Up は1972年にポジティブなレビューに向けてリリースされた。 多くの批評家はそれを彼女の最高の作品とみなしているが、その評価は彼女の商業的成功には結びつかなかった。1973年のアルバム、テ金マイタイムも批評家の賞賛を受けたが、その評価も売り上げと一致しなかった。レッドはローリングストーンチの1975年のカバーストーリーを含むより広範囲な報道をされ始めたが、 1974年のアルバムストリートライツで彼女の作品のレビューはますます複雑になった。この時点でレッドはすでに様々なプロデューサーと様々なスタイルを試していて、1975年のアルバムホームプレートに続くより主流のサウンドを採用し始めた。1976年、レッドはウォーレンジボンのセルフタイトルアルバムに参加した。 1976年から1977年、バークレイコミュニティシアターで演奏するレイット1977年のアルバム、愛に乾杯は、悲しき街角のリメイクでヒットシングルを生み出しレイットに最初の商業的なブレイクをもたらした。アルグリーンにインスパイアされたリズミカルなグルーブに、基づいたヘビーなリズムブルースに居直してのレコーディング、悲しき街角のレイットバージョンは、 多くの批評家に嫌われていた。しかし、この曲の商業的成功は、ワーナーブラザーズとコロンビアレコードでの間に、レッドとの契約をめぐる入札戦争を引き起こした。当時、コロンビアとワーナーの大きな戦争が続いていましたと、1990年のインタビューで、レッドは回想している。ジェームス・テイラーは、ワーナーブラザーズを去り、コロンビアでビッグアルバムを作ったばかりだった。そして、 ワーナーはコロンビアからポールサイモンの契約を奪いました。ワーナーは私がコロンビアでヒットレコードを持つことを望みませんでした。だから私は自分の契約を再交渉しました。そしてそれらは基本的にコロンビアの申し出と一致しました。率直に言ってこの取引は本当に大きなものでした。ワーナーブラザーズは1979年のレッドの 次のアルバム、愛に生きるに高い期待を抱いていたが、リリースは貧弱なレビューと控えめな販売となった。1979年、ニューヨーク市のマディソンスクエアガーデンで5人のミュージシャンユナイテッド法政府エナジーコンサートの開催を手伝った時に、レッドは商業的に成功した。昭和3枚組のゴールドアルバム、ノーニュークスと同名のワーナーブラザースの長編映画を生み出した。 ショーには、共同創設者のジャクソン・ブラウン、グラハム・ナッシュ、ジョン・ホール、レッド、ブルース・スプリングスティーン、トム・ペティザ・ハート・ブレイカーズ、ルービー・ブラザーズ、カーリー・サイモン、ジェームス・ステイラー、ギル・スコット・ヘロンなどが参加した。1980年、彼女は、パラマウント映画、アーバン・カウボーイに出演し、ドン・ト・イット、メイク・ユーア・ナ・ダンスを歌った。1982年の自作、 グリーンライトで、レッドは以前のレコードの音を再検討するために意識的に試みた。しかし、彼女の驚いたことに、彼女の仲間やメディアの多くは、彼女の新しいサウンドと急成長している、ニューウェーブの動きを比較していた。アルバムは長年の間、レッドにとって最強のレビューを受けたが、売り上げは改善せず、これはワーナーブラザーズとの関係に、 深刻な影響を与えた。1983年、レートがターングルーブというタイトルの自作となるアルバムの作業を終えたとき、ワーナーブラザーズは家を掃除し、バンモリソンやアール・ガスリーなどの主要アーティストを名簿から削除した。ターングルーブのマスタリングが完了した翌日、レーベルはレートもリストから脱落させた。アルバムは無期限に棚上げされ、レートは レコードレーベルなしで放置された。それまでに、レイットは、アルコールと、薬物乱用の問題にも苦労していた。個人的及び職業上の問題にもかかわらず、レイットは引き続き政治活動に参加し、ツアーに参加した。1985年、レイットは、ギタリストのスティーブン・ワン・ザントによって書か,かれプロデュース、されたハン・アパルト・ヘイトのレコード、サンシティで歌い、ビデオにも出演した。 ファームエイドとアムネスティ・インターナショナルコンサートへの参加に加えて、レッドは1987年にモスクワを訪れ、後にショータイムテレビネットワークで公開された、最初のソビエト、アメリカ平和コンサートに参加した。また1987年には、コントラエイドを止めるためのロサンゼルスでのカウントダウン87を開催した。利益は、ミュージシャンのドン・ヘンリー、ハービー・ハンコック、 ホリーニアなどと一緒になった。ワーナーブラザーズは彼女をレーベルから離して2年後、レッドにターングルーブをリリースする計画を通知した。あまり公平ではないと言ったとレッドは回想する。この時点で彼らはある種の気分が悪くなったと思う。つまり自分の名声を維持するために貯金を切り崩してツアーをしていて絵を描く能力はどんどん減っていました。 だから彼らは私を入れて、その半分をカッティングし直すことに同意しました。それで、ナインライブズが出ました。1986年にリリースされた重大かつ商業的な失望であるアルバム、ナインライブズは、ワーナーブラザーズにとってのレッドの最後のレコーディングである。1987年後半、レッドは、歌手、K.D. ラング及びジェニファー・ウォーンズと、 ロイオービソンのテレビ番組、ロイオービソンと仲間たち、黒と白の夜の女性バックグラウンドボーカリストとして活躍した。この高く評価された放送に続いて、レッドは新しいマテリアルの制作を始めた。その時までに彼女は薬物乱用の問題を解決したため、清潔で落ち着いた状態だった。レッドは後にミネソタ州フェアのコンサートでのスティービー・レイボーンの 助けの功績を認めた。この間、レッドはプリンス所有のペイズリーパークレーベルとの契約を検討したが、交渉は最終的に失敗した。その代わりにキャピトルレコードで、ドン・ウォズのプロダクションアイダンスの下で、ポップ・トロックのブルージーなミックスを録音し始めた。レッドは、ハル・ウィルナーを介して、ウォズに出会った。ウォズは、A、A&M のディズニー音楽へのトリビュートアルバム。 ステイアウェイクをまとめていた。ウォズとウィルナーは両方とも、レッドが映画、ダンボの中の子守歌、ベイビーマインのために、ウォズによって作成されたアダルトコンテンポラリー、アレンジメントでリードを歌うことを望んでいた。レッドはセッションに非常に満足しており、次のアルバムをプロデュースするようウォズに依頼した。1990年グラミー賞のレッドアルバム、ステイアウェイクでウォズと仕事をした後、 レッドのマネージメント事務所のゴールドマウンテンは新しいレコード契約について多くのレーベルにアプローチしキャピトルレコードの A&R 部門の責任者ティム・ティヴァインによってキャピトルと契約したほぼ20年をかけた後でキャピトルでレッドは10枚目のアルバムニック・オブ・タイムでおそまきながら商業的成功を達成した1989年の春にリリースされた ニック・オブ・タイムは1990年初頭のレッドのグラミー・総取りに続いて、米国チャートのトップに踊り出た。このアルバムは、ローリング・ストーン氏の史上最高のアルバム500件のリストの230番に選ばれた。レッド自身は10回目の試みが私の最初のシラフのアルバムであると指摘した。同時に、レッドはアルバム、ヒーラーでのジョンリー・フッカーとのデュエット、 I am in the mood で第4回グラミー賞を受賞した。ニック・オブ・タイムは、レッドと一緒に今日まで、録音やツアーを共にするリッキー・ハタート、ジェームズ・ハッチ・ハチンソンの長年のリズムセクションをフィーチャーした多くのレコーディングの最初だった。ニック・オブ・タイムは米国だけで600万枚以上を売り上げた。レッドは1991年のアルバム、ラック・オブ・ザ・ドローで、グラミー賞を3回受賞し、 アメリカで約800万枚を売り上げて、この成功を確かなものにした。3年後の1994年に、レッドは2枚目となるナンバー1アルバム、ロン,ング・イン・ザ・ハーツでグラミー賞を2つ追加した。これらのアルバムは両方とも、マルチ・プラチナの成功だった。レッドとオーズのコラボレーションは1995年のライブアルバム、ロード・テステッドで有効的に終了した。 このライブアルバムは堅実なレビューを得てゴールドを認定するのに十分なほど売れた。ロックステディはブライアン・アダムスとクレッチェン・ピーターズが1995年に書いたヒット曲。この曲はブライアン・アダムスとボニー・レットのロード・ティステッドツアーのデュエット用に書かれたものでレットのアルバム収録の一曲にもなった。この曲のオリジナルデモバージョンは アダムスの1996年のシングル、レッツメイク、A ナイトーリメンバーに収録されている。1997年、BB キングのアルバム、d u ーシ is Wild に収録された、Baby, I Love You で BB とデュエットした。次のスタジオアルバムのために、レッドアは、マイケル・フルームと、チャド・ブレイクをプロデューサーとして雇った。ドン・オズとの仕事が大好きでしたが、自分とファンに一息ついて、 何か違うことをしたかったのですとレッドは言っている。フルームとブレイクとのレッドの作品は1998年にアルバムファンダメンタルとしてリリースされた。2004年4月23日ニューオーリンズジャズヘリテージフェスティバルに出演するレッド2000年3月、レッドはオハイオ州クリーブランドのロックンロールの殿堂入りし、翌2001年には 父ジョンと揃ってハリウッドボールの殿堂入りもした。アルバムシルバーライニングは2002年にリリースされた。米国ではビルボードチャートで13位に達し、後にゴールド認定を受けている。シングル暗闇を抜けて新しい人生タイトルトラックの希望の光が収録されており、3枚のシングルはすべて米国アダルトコンテンポラリーチャートの上位40位内に入った。 2002年3月19日に、レッドはレコード業界への貢献によって、バインド折り沿いのハリウッド名声の歩道の星を獲得した。2003年、キャピトルレコードは、コンピレーションアルバム、ザ・ベスト・オブ・ボニー・レッドをリリースした。1989年から2002年までの、キャピトルからリリースされた、ニック・オブ・タイム、ラック・オブ・ザ・ドロー、ロンギング・イン・ザ・ハーツ、ロード・テステッド、 ファンダメンタル、シルバーライニングという各アルバムからの曲が含まれている。レッド・ワトゥーツ、アンド・ザ・メータルズのアルバム、トゥルー・ラブにフィーチャーされ、2004年に最優秀レゲエアルバムでグラミー賞を受賞した。2003年、マーティン・スコセッシュの映画シリーズ、ザ・ブルース・ムービー・プロジェクトの中の作品、ビム・ベンダーズ監督のソウル・オブ・マンに出演し、2曲を披露。 またよく2004年のライブ映画、ライトニーン、インやボトルにも登場している。アルバム、ソウルズアライクは2005年9月にリリースされた。米国では、ビルボードチャートでトップ20に達した。シングル、I Will Not Be Broken と I Don't Want Anything to Change が含まれており、どちらも、米国アダルトコンテンポラリーチャートのトップ40にランクインしている。2006年に、 特別ゲストにケブも、アリソン・クラウス、ベン・ハーパー、ジョン・クリアリー、ノラ・ジョーンズをフィーチャーし、絶賛された、VH1 のクラシック・ディケイズ・クラシック・ロック・ライブ、コンサートシリーズの一環として撮影された、ライブ DVD、CD、ボニー・レイット・ド・フレンズをリリースした。DVD は8月15日にキャピトルレコードによって、リリースされた。2005年9月30日に、 ニュージャージー州アトランティックシティでライブ録音されたボニー・レイットフレンズにはコンサートの VH1 クラシックの放送に含まれていない4曲のデュエットを含むこれまでにないパフォーマンスとインタビュー映像を収録している付属の CD にはベン・ハーパーをフィーチャーしたラジオシングル2ライト・イン・ザ・ナイト・タイムを含む11曲が収録されていまる2007年レイットは Going Home, トリビュート w e ファッツドミノに貢献した。レッドは、ジョン・クリアリーと共にファッツドミノの、I I'm in Love Again と、All by Myself のメドレーを歌った。レッドは2008年6月7日に、ギャリソン・ケイラーのラジオ番組、プレイリー・ホーム・コンパニオンの放送に出演した。彼女は、ケビン・ケブも、ムーアと共にノー・ゲッティング、オーバー・オーバー・ユーと、ゼア・イント・ナシン。 インランブリの2曲のブルースを演奏した。レッドはまた、リチャード・トンプソンと、薄暗い部屋で歌った。このショーは2006年10月に、レッドと彼女のバンドと共に行われた。別のショーと共に、プレリー・ホーム・コンパニオンのウェブサイトにアーカイブされている。レッドは2011年の BBC で特集された。ジャマイカから出てきた最もも影響力のあるアーティストの、秘話と解説された。 ドキュメンタリー、レゲエが魂を手に入れた、トゥーツザ・メータルズの物語に出演した。2012年2月、レッドは2012年の第54回グラミー賞で、アリシア・キーズとデュエットを行いエたジェームズを称えた。2012年4月、レッドは2005年以来となる、スリップストリームというタイトルのスタジオアルバムをリリースした。アルバムは1994年の ロンギングイン・ゼア・ハーツ以来のトップ10アルバムをマークし、米国ビルボード200チャートの6位になった。このアルバムは、アメリカのソングライター氏によって、彼女の40年のキャリアの中で、最高の一つと評された。2012年9月、レッドは3 0ソングズ、3 0デイズと呼ばれるキャンペーンで取り上げられた。これは、ニコラス・クリストフとシェディル・ウーダンの本で解説された、プロジェクトに触発された。 マルチプラットフォームメディアプロジェクトである、空の半分、抑圧を世界中の女性の機会に変えるを支援するためである。2013年、レッドは、ホイワンスのアルバム、ジョヨブナッシングに参加した。2015年5月30日、レオン・ラッセル、ボニー・レッド、アイバン・レビルは、カリフォルニア州アゴーラ・ヒルズのキャニオンクラブで、パフォーマンスを行い、ガンと戦っていたマーティング・レブのための資金を集めた。 グレブは彼らのアルバムのいくつかで演奏していた。2016年2月、レッドは17枚目のスタジオアルバム、リグ・イン・ディープをリリースした。このアルバムは、米国ビルボード200チャートの11位となり、好評を得た。このアルバムには、シングルジプシーイン目と、インエクセスの曲ニード・ユー・トゥナイトのカバーが、収録。レッドは、外科的介入を必要とする最近発見された、医学的問題のため、 2018年春夏、ツーリングスケジュールの最初の期間をキャンセルした。彼女は完全な回復が期待されており、2018年6月に予定された日付でツアーを再開する予定であると報告した。レッドはアルコールと薬物を使用していたが、1980年代後半に心理療法を開始し、匿名のアルコール依存症者たちに参加した。は 本物であるためには、パーティーのライフスタイルを生きなければならないと思っていましたが、実際、長くしすぎると、あなたがするのは、だらしないか死んでいるだけですと語った。彼女は1987年にクリーンになった。アルコールの問題を認めて、飲酒をやめる勇気を与えたのは、スティー・ビー・レイボーンが落ち着いた時にさらに優れた、ミュージシャンであることに気づいたからだと述べて、スティー・ビー・レイボーンを称賛した。 彼女はまた遅い夜の生活が自分のためにならないことに気づいたのでやめたのだとも言っている。1989年に天使たちが私を連れて行ってくれているような気がします。集中力と規律が強くなり、結果として自尊心が高まりますと語った。レッドは両親、兄弟、親友の死後も含めてサバテカルをとっている。彼女は私が 多くの損失を経験したとき、私は休みを取ったと言った。レッドと俳優のマイケル・オキーフは1991年4月27日に結婚した。彼らは1999年11月9日に離婚を発表し、理由としてはお互いの経歴がかなりの時間差を生じさせたように思われることであるとしている。ボニーは社会活動、政治活動に 積極的に関わってきたことでも知られている。1980年、マディソンスクエアガーデンで開催された核廃絶を訴えるコンサート、ノーニュークス、ファームエイド、アムネスティ・インターナショナルのなど、ベネフィットコンサートへの参加。また、南アフリカの人種隔離政策を取り上げた、プロテストソングサンシティへの参加などがあり。また、1988年設立のリズム ブルース基金の創設者の一人として名を連ねている。レッドの政治的関与は1970年代初期に遡る。1972年のアルバム Give It Up の裏には北ベトナムの人々へと検字が印刷されていた。レッドのウェブサイトはファンに環境の保護についての詳細を学ぶよう促している。彼女は1979年に安全なエネルギーの ためのミュージシャンズ・ユナイテッドの創設メンバーであり、より大きな反角運動の触媒となり、アバロン同盟やサバイバル同盟などのグループに関与した。1994年、リック・ウォーターマンの要請で、シオンさん記念基金を通じて指導者の一人である、ブルースギタリストのフレッド・マクダウェルの破壊士の交換に資金を提供した。レッドは、その後、 マウントザイオン記念基金と共に再びミュージシャンのメンフィス・ミニー、サムチャ・トモン、トミー・ジョンソンのためにミシシッピの記念破壊士に資金を提供した。2004年7月のストックホルム・ジャズ・フェスティバルでレッドは座っていたジョージ・ W ・ブッシュ大統領にクラシックを捧げた。1979年のアルバム《愛に生きる》でフィーチャーされた曲《You r e good t sing》の オープニングリックに入る前に彼女はジョージ・ブッシュのためにこれを歌うつもりだと言われた。2002年にレッドはリトル・キッズ・ロックの公式サポーターとして署名した。リトル・キッズ・ロックは全米の公立学校の子供たちに無料の楽器と無料のレッスンを提供する非営利団体でプログラムで子供たちを訪問し、名誉会員として組織の理事会に参加しています2008年。 レートは2004年の津波による東南アジアでの救援活動を支援するために、エイドスティルリクワイドの CD に歌を寄付した。レートは2005年の秋、冬と2006年の春、夏、秋のツアーで、非営利の環境団体であるリバーブと協力した。レートは、原子力の拡大に反対するノーニュークスグループの一部である。二千七年、ノーニュークスは、バッファロースプリングフィールドの曲、 4-4-What It's Wars の新バージョンのミュージックビデオを録音した。2008年の民主党予備選挙で、レッドは、ジャクソン・ブラウン及びベーシストのジェームスハッチ・ハッチンソンと、共に、ジョン・エドワーズ候補のキャンペーンパフォーマンスに出演した。レッドの主要なツーリングギターは、カスタマイズされた、フェンダー・ストラトキャスターで、ブラウニーと呼ばれている。 これが1996年のシグネチャーモデルのベースとなった。レッドはフェンダーのシグネチャーラインを受け取った最初の女性ミュージシャンである。私のブラウンの始まりは、ボディは1965年のもので、ネックアはもう少し後のです。1969年の朝の3時に120ドルで手に入れたハイブリッドのようなものです。それはペイントのないもので、1969年以来、 私はそれをすべてのギグに使用しました。3月11日、13日、14日、久保高堂、15日名古屋市公会堂、17日横浜市民会館、18日大阪 3K ホール、ありがとうございます。